はい、どうもジルです。ということで本日はプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクでちょっとねお知らせに来ていた不具合についてお話しします。はい、こちらですね、みんなでライブのフィーバーチャンスの前後で挙動が不安定になる不具合についてということで、詳細なんですけど iOS 端末、iPad とかあとは iPhone、においてみんなでライブのフィーバーチャンスの前後で挙動が不安定になることがあるということでですね、こちらフィーバーチャンスっていうのがサビ前の時にちょっと画面が暗くなって、そこでねこうコンボ続いたらスーパーフィーバーが取れたりフィーバーが取れたりっていうやつなんですけど、そのフィーバーチャンスの画面が暗くなる瞬間、あとは暗くなって最後フィーバーとかスーパーフィーバーってなる瞬間に画面がガクガクってね挙動がおかしくなっちゃうっていう、不具合がね現在発生してます。はい、でこれについてはね現在、調査と対応を進めているということなんですけど、まあ、ちょっとねどんな感じかわからないと思うんで動画を用意しました。ただでこれねプレイしてるとわかるんですけど動画で見るとねほぼわかりません。ただ一応乗っけておきます。どうぞ。はい、といった感じでね画面じゃほぼわかんないかなって思うんですけど、プレイしているとねうわずれたガクついたってなるぐらいの感じで前後でね発生することがあるんですよね。でこれここ最近よく、あっていて、でジールさんがですねもともと iPhone XS 使ってて、で XS の方がね結構ラグくなってて、まあ機種の問題かなって、もう2年以上使ってたし酷使してたんでそれかなって思っていて、その後にちょうど機種変して iPhone 12 mini に機種変したっていうのと、まあ今この撮影してるのが iPad Air 4なんですけど、こちらを購入したんですけど、この機種変したやつと iPad の方でも同じ不具合が発生していて、あれおかしいなって思ったらねこの不具合の報告が出てきました。はい、ということでね最近の iOS 端末を使っていてなんかおかしいなってなっても、多分端末のせいというよりかはこっちの不具合の問題なので、皆さんね注意してください。端末おい、ここ最近買い直したばっかなのに端末おかしいんだけどって感じでは多分ないと思うので安心してください。ただね iPhone 6とか7とかもう4年5年前とかの機種になるとこの不具合とは別で機種的な問題で発生してるかもしれないんで、そこは注意してください。はい、でこのね不具合なんですけど、今のところこうやったら解決するなっていったものがねないので、対応策としては、まあ、難易度をいつもやっている難易度、いつもマスターやってるんだったらエキスパートに下げる、エキスパートやってるんだったらハードに下げるみたいな感じで難易度を下げることで、ノーズが取りやすくなるかなと思います。あとはですね、フィーバーチャンスに入ったタイミングが簡単な譜面の楽曲を、自ら選曲する、あとはこれは本当意識の問題なんですけど、ちょっと画面がカクつくかもしれないっていう意識を持っておくだけで、かなり叩きやすくなります。不意に来るとねすごいミスりやすいんですけど、来るのが分かっていたら多少ね回避することができるんで、皆さんね注意して、プレイしてください。特にねみんなでライブでスーパーフィーバーをねいっぱい取りに行こうっていう時はね特に注意しましょう。はい、といったね感じで今回の動画短いですが終わっていきます。こういった情報や最新情報、動画、ガチャ動画等をね投稿しているので、よかったらねチャンネル登録、あと応援になるんで高評価ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。